実家は茨城県、当時住んでいたのは千葉県のど真ん中で、実家に帰るのは2時間ぐらいかかる。私の母は心配性で、何かあっても母の頭の中で一大事に変換されるので母には伝えないようにしている。一昨年だったと思う。新型インフルエンザで有効なワクチンが分かってなかった頃、新型インフルエンザにかかって一時期にタミフルと言われ従い寝込んでいた時、体温計で熱が42度出てるのを確認し、寒いなぁと寝返りを打ったら、5分後母から電話がかかってきて、あんた病気？あんたの声で今寒いなぁって聞こえた。びっくりするぐらい大きい声で、と言われた。母は霊感があるわけではないと言うけど、母方の祖父も祖母も霊感があったと聞いている。昔から心配性だし、あんたに対する思いが強すぎたから聞こえるんだろうとのことだったので、この時は怖いね、便利だねで終わった。数ヶ月前、眠れず出勤し、朝方5時過ぎまで残業してた時に車に乗ると同時に、疲れたとボソッと言った瞬間、彼氏から電話がかかってきて、今お前が疲れたって言ってた。しかも本当に耳元で疲れたってと。その後は極度に疲れることをしない。具合が悪くなると母から電話がかかってくるので、実家に強制送還されている。どうやら私が極度に弱っている時、発すると稀に聞こえるらしいので、熱が出て寝込んでいる時にプリン食べたいと言ったら、母はプリンを買ってきた。プリン食べたいって言ったんだと言ったら、ヨーグルトにしようと思ったんだけどプリンが気になるからプリンにしたとのこと。霊感というか波長の問題だと認識している。自分は霊感ないと思ってるし、母もないというが愛だと思う。